こんにちは、末広です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はワードプレスブログにですね、自分の YouTube チャンネルのボタンをですね、表示する方法について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですけど、こちらですね、この登録ボタン、これをですね、あなたのワードプレスのですね、ブログに表示させる方法ですね、こちらを説明していきたいと思います。とっても簡単ですのでですね、すぐやってみてくださいね。では早速ですけど、こちらのサイトですね、 Google のですね、デベロッパーページのですね、YouTube ページというのがあるんですけど、こちらがですね、ボタンを作成していきます。こちらのサイトのリンクはですね、動画の下、もしくはブログに貼っておきますのでね、そちらからジャンプしてきてください。まずこのサイトに行きますとですね、こちらですね、アドボタンっていうのがありますから、こちらをクリックですね。はい、そうしますと、この画面に来ますのでね、これですね、これを作りましょうということですね。で、まずこちらですね、こちらにあなたのですね、YouTube の ID ですね、こちらを入力してください。まあ、YouTube の ID と言いますと、まあ、これは私のチャンネルですけど、こちらですね、ユーザーの後のこの部分ですね、あなたのこの ID、こちらをですね、コピーして、こちらに入力ですね。で、レイアウト。まあ、デフォルトかフルか。あ、こちらフルでもいいですね。はい。そうするとですね、こちらにプレビューで見えますのでね。まあ、こちらもお好みでフルかデビュー、フルかデフォルトがね、好みで選択してください。で、次にテーマですね。こちらもデフォルトかダークかですね。一旦ダークにしてみますか。ダークにしますと、こういう感じになるってことですね。まあ、ブログの後ろがですね、黒い、まあ、こういう感じのね、暗めのやつでしたら、このダークの方がいいと思いますね。この名前が白くなりますのでね。私の、ワードプレスのようにですね、バックが白の場合は、デフォルトの方がいいと思います。こちら、名前がですね、黒く表示されるのでね、この方が目立つところですね。あと、このチャンネルの登録者数を表示するかしないかということですね。まあ、現在表示されてますね。もし載せたくない場合は、非表示。そうすると、こうなりますね。まあ、こちらもお好みでやってください。こちらはですね、まあ、あまりよくわからなかったんですけど、チェック入れても入れなくても、さほど変わらなかったので、まあ、こちらもそのまま飛ばしてていいですね。で、プレビューで、はい、こうなりましたね。これで OK でしたら、このコードですね。こちらを、パソコンのコントロール C で、コピーですね。はい、そしてですね、ワードプレスの方に行きます。ワードプレスのですね、ダッシュボードからですね、この外観ですね、外観をクリックして、このウィジェットですね、ウィジェットですね、そこからですね、このサイドバートップとあると思うんですけど、テキストっていうのがありますからね、まあ、そちらにですね、ここを貼り付けるところですね、まあ、私はもうすでにもう貼り付けてあるんで、こう表示されてますけど、まあ、タイトルなどもね、 YouTube チャンネルとか書いてね、こちらにテキストの方にですね、貼り付けて、で、保存ですね。はい、これだけで、OK ですね。そうしますと、このように、表示されるということですね。はい、とっても簡単ですよね。なので、ぜひやってみてください。はい、以上がですね、ワードプレスブログにですね、自分の YouTube チャンネルのですね、登録ボタンを表示する、方法でした。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。